さあやるよっと、やるよ。さあじゃあ焼いてくるか。食いたくねえけど、食いたくねえけど焼くよ。さあつけますよ、火を。どっこいしょー。あとあれ、なんか歌ってくれっつったいな。歌も最後、歌も必要か。さどえってな、さどえと草木の、じゃあこれ歯入れるかね、歯を、歯入れるよ。歯を入れますからね。たまちゃん終わったから今度は歯を入れるからね。待っててね。歯を入れますね。これフランクフルトに歯入れた方がいいって言ったね、レコさんがね。歯入れた方が火が通るじゃないね。歯が入れれば火が通るわよね。あーっと、これでね、おばあも用意じゃねえんだよこれで。うん、ババもね、これじゃないのよ、おばあも、おばあちゃんもね、おばあちゃんはね、火入れる、はい、入れるの大変にはなったね。何しろあれかい、ちょっと火入れとくか。油をね、油をちょっとね、あの温めとかないとさ、ダメだからね。はい、歯入れるのね、歯入れるのめんどくさいでしょ。あのまな板洗うんだね。こういう上でやればいいのよ、何でも。利用するのよ、何でもね。洗うのめんどくさいからね、これでここにやってさ、何でもいいのよ、これ利用すれば。はい、これ入れる。まな板なんか使ったら洗うめんどくさいだよ、頭使うのね。こういうのやっぱり歯入れないとよく焼けないからね、丸ごとじゃね。どんどんこれ焼いちゃえばいいのよ、これね。ね、焼きますね。面倒だからね、あれなんかしないわよ私。もうね、牛乳パックも使わないよ、洗うんが大変だからね。シャウエッシのさ、この破ったここで聞けば、これ打ち割ればいいんだから。頭つかなくてね、生きてるうちにさ。あ、火が強くなった、火が強くなった。よし、弱めるぞ、跳ねるから。いかに汚さないでやるってこと、神経を使ってね。料理はね、頭使えばね、簡単なのよ。もう終わった時は綺麗になってんだから。はい、歯を入れます。あと2つか。よし、もうね、直じゃね、直じゃステンレスに傷がつくからさ、こう肉のパックの上で切るのよ。頭使うのよね、片付けるの大変でしょ。まな板なんぞ使っちゃね、生きてるうちに頭つかなくて使う時はないわよね、何でも。はい、これで OK、 これで OK。 はい、歯が入りました、歯が入りました。これは捨てられますね。あとはね、あとはそうか、ちょっと待ってね、これか、これはよ、これは大丈夫だ、手で引きりゃいいんだ、手で引きりゃ。さあこれでもうあれですね、あの包丁洗っちゃいますね、包丁洗っちゃいます。もうね、どんどん危ないもん。あらあら、何今の音、やだわ、何の音、なんか壊れたのかしら、やだわ。もうね、危ないものはどんどん片付ける、うん、ね、包丁は危ないですからね、もう包丁使うことないですから。もう危ないものはどんどん片付けて、頭を使ってやる、料理は頭を使ってやる。
はい、これで OK。 はい、これで包丁終わり。はい、包丁終わり。はい、あとは肉焼いて、あと何だっけ、肉とキャベツか。よし、これで OK。 はい、包丁終わり。はい、どんどんやります。私はご飯食べません。おにぎり食べたから、醤油のおにぎり。肉をちょっとつまめばいいわ。さあ、焼きますよ。たまちゃんの餌くれてたから遅くなっちゃったね。おにぎりはダメだよ。江戸時代は言わなきゃ分からへんねんだからよ。あれなんで、牛乳パックこんだけ集まってんだから持ってるって言うべきもったら忘れちゃって。トンビが気がつくのあかんでるやんか。お茶たまちゃんの餌くれたりよじゃねえのか。何もできない人間でだ。じじいだよ。ちょっくり焼けてこねえよ。酒飲んでるから。じじいやろうは。さあ、やりますよ。はい、やりますよ。はい、はい、はい、やりますね。ちょっと火を強めます。ちょっと火を強めます。油はね、肉から出るから大丈夫だよね。ね、肉から、肉から出るからね、油大丈夫ね。そうですね、見えます、見えます。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとうございます。皆さん、これはね、めんどくさいから手で切っちゃうわよ。もうもうすごいお料理だから。あ、また強火になると跳ねる、跳ねる。弱火で十分でございますね。何でもね、汚さないようにすれば楽よ、お料理は。頭使ってね、適当でいいのよ、何でも。焼けて味が同じならいいよね。ね、洗って何、洗ってないよ。あら、キャベツはね、中にね、中に入れば洗うといいのよ。外はね、洗わなくちゃね。外は買ってきてさ、外は洗うわよ。中は洗う必要ないのよ。キャベツ洗ったらさ、跳ねるよ、跳ねるわよ、洗ったら ね。キャベツってね、中は洗う必要ないんだよね。キャベツの中に何、虫はいないよ、あんた。これ、ね、農家のキャベツじゃないから虫はいないですよ、ね。農家のキャベツはさ、虫がいるけどさ、ね、買ったキャベツは虫はいないですね。青虫がいたら大変よ、ね。綺麗よ、これ、ね。それはさ、悪いけどそっちを打ち込んでから邪魔だからよ。北極年間いいやんじゃ、これで、ね、邪魔なんだよ。これ綺麗よね。皆さんもキャベツさ、洗ったら水に跳ねるわよね。跳ねないようにさ、ここにさ、あ、ちぎればいいのよ。なんでもパッパッパッパ入れてね、うん。私の料理ってさ、即席料理人だからね、いいのよ、適当で、適当派だからね。でも性格はね、几帳面なんだけど、ね、これは綺麗だから、キャベツはね。外はダメよ、外は洗わないと。中ってね、綺麗に巻いてるからね、そんなにね、必要ないのよね。
を綺麗に。あと島とき、こういう軸をここ切んないとね、腐ってくるからね。これが黄色いとね、ここ切るのよ。これビニールの袋を入れておけば長持ちするわよ、キャベツをね。キャベツ長持ちなんですよ。私はね、即席料理人ですからね。ね、あら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 、また箸を落ことしたらえらいことだ。あらあらあら、やだね。こうだから嫌なんだよ、足が悪いのによ。箸落とすの嫌いなんだよね、汚いから。洗ってくるわ、もったいないから。洗ってくるわよ、汚いと嫌だわ。でもね、キャベツかなんかあればいいんだけどさ。あ、キャベツじゃねえ、なんだっけ、玉ねぎ買ってねえんだよね、ちょうどね。もやしとかさ、あればいいんだよね。なんもねえんだ。もやしとさ、あれがあればいいんだよね。なんだっけ、玉ねぎね。あと人参とかさ、ピーマン、うん、ないんだよ。だからあるやつで間に合っちゃうのね、しょうがないからね、うん、さあ肉焼くか。肉焼かねえとあれだもんね。肉焼かないと油が出ないもんね。油は必要ないからね、肉があるときはね。油必要ないよ、肉はね。キャベツいいんじゃない、このぐらいでね、邪魔だからしまうね。邪魔のもんはしませんとかいいわ。私散らかったところでお料理するの一番嫌いなの、うん、ね。やっぱりさ、料理って広々したところでやんないとね、いい仕事はできないわよ。なんか物を落っことしてみたりさ、そんなことばっかりよね。一応キャベツはもういいわよ、しまっといてね。あ、痛い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 、足が痛い、足が痛いんだけど、どうするね。よし、こういうのキャベツって長持ちしていいね。さあ、肉焼きますよ。肉焼かないと油が出ねえよな。やりますね。いろんな種類があるんだ、この肉。1700くらいだって。1777円か、消費税入れて。いろんな肉ある。真ん中は油が多いな、これ油が多いな、ここがな、これ油多いね。ね、期限が今日までじゃ早く食べた方がいいのね。傷んでから食ったんじゃどうしようもないからね、うん、これ赤身かい。よし、少し強めにしていいね。これ火加減でね、どうにでもなるわよ、うん、何でも火加減よ。油が跳ねるも跳ねねえも火加減だよ。だからフライパンの蓋なんか必要ないんだよ、頭使ってやればね。火加減でちっとも汚れないから、今度なんて頭使うねえよ、なんでも。頭がなかったらあんたダメよね。2ついっぺんに焼けた。
熱い。油ね、引かないのよ。油肉があるから。食わないとね、油が跳ねてしょうがないわよ。ウインナーだって焼けちゃうからね。ほら、歯入れたからいいわよ。歯入れなかったら跳ねるわよ、ウインナーは。はいはい、これでね、いくらかね、ちょっと焼いてね、ちょっと待ってね。あらあら、これ消えちゃうわよ、あんた。消えちゃうわよ、ね。ありがとう、ありがとうね、割り箸、ナイスをしたよって、ありがとう、のなちゃん、ありがとうございます。インスタントラーメンの作り方もわからないって。あゆきりんさん、ありがとうございます。超いいね。ありがとう。ありがとうね。えいこうさん、割り箸短いよって。もう短く、ちょっと短いんだけどね。そう。これね、まな箸あるんだけど、長いのを持てないんだよ、私。うん、長いの持てないんだよね、私にね、かわいそうに、かわいそうだよ、持てないんだから、持てないのよ。ありがとうございますね、ありがとうございます。くるやつがよ、やねやな、手が利き合いね。さあ、少しつやいて食べるわよ。おじいも来んからか、おじいも来んからか、どうかね。ホットプレートを使わないのって、あるけどね、使ってないんだよね。そう。二重食うかね。ありがとう、皆さんありがとう。閲覧いくつあんだ。ああ、皆さん。いくにん、いくにん、見えねえ、字が見えねえ、二百、目が、字が見えなくなっちゃったよ、どうかしって、あんた。ありがとう、アムシロさん、200人超えてるよって、ありがとうございます。盛り上げにゃんこちゃん、ありがとう。あ、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃんと、あ、にゃんこちゃんの爪、ありがとう、アムシロさん、ありがとうございます。ゆくりんさん、いい匂いしましたよ、聞きてきましたよって、バブルバルン、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。さあ、焼けてきましたよ、焼けてきました。焼けてきましたよ。ありがとうございます。ありがとうね。ちょっと火が強くなりました。私の手に油が跳ねておりますね。ちょっと強火になってきました。おじくかい。じじいは。どうかね。じじくかい。おじさんくかい。プレベーカーくれましょうかね、皆さん
ナイスナイス、よろしくお願いしますね。212名の閲覧の方、よろしかったらよろしかったらナイスナイス、よろしくお願いしますね。ナイスナイス、よろしくね。ナイスよ、ナイフじゃないわよ。ナイス、よろしくね。花ちゃんナイス、ありがとう。 KP ありがとうございます、ありがとうございます。え、ナイス、何、何、1,10,3,000になってるようだって。何、嘘言わないでよあんた、こっち300いくつじゃねえのね、嘘言っちゃダメよ、ダメよ。リコちゃん、おじいちゃんはシャウエッセン食べそうって。もサブ会員さん、はい、ナイスをしましたって、ありがとうございます、ありがとうございますね。皆さん、おじいさん肉食うかい、肉食ういらねえ、食わねえって。おじいはママ食ってきたんじゃないの、どっかでね、お金持ちだからお金持ちはいいね、お肉どこかで食べられるからいいわね。ありがとう、ありがとう、ありがとうございますね、ありがとう。こちら慎吾にあげればって、ノーナちゃん、慎吾取り来れねえんだよ、ここまでくれるかい。何、慎吾なんか言ってるで、ちょっと待ってね、なんか言ったで、うちの子、ちょっとなんか言ったで、ちょっと待ってね、なんか言ったで。445ナイス、リスナーさんありがとうございます、ありがとうございますね。うちの子、N ちゃん、うちの子出たね今。皆さんナイスナイス、よろしくね、ナイスよろしくよ、ね、皆さんいくつだ、211名の皆さん、ナイスナイス、よろしく。よしえちゃん、クリエイティブアイテムマネーマネージャー陣、やっちゃんやっちょーって、こちら花さん、アイテム投げてたよって、誰が、信号監視中って、そうそう、家の中に電話設置、歌ってって、何を歌うん、何を歌うん、何歌ったらいい、歌う、歌かい、歌歌ったらいつら減るんじゃねえの、大丈夫、大丈夫かい、大丈夫ね、大丈夫、歌歌って閲覧減るんじゃないの、大丈夫、大丈夫かい。下町の太陽、歌おん、歌いながら焼くん、閲覧増えるようだって、減るんじゃなかった、カジミツを、青春の城下町か、わかった、わかった、わかったよ、じゃあナイスね。皆さん、皆さん、ナイス、よろしく、ね、ありがとう、ナイス、よろしくね、ね、歌歌いながら食うから、よろしくね、ナイス、皆さんよろしく、ね、はい、歌うよ、はい、はい、と、はい、だって噛んでちゃう、歌えねえべ、歌える、まあ一つ噛んでみる、一つ噛んでからやる、ちょっと待ってね、おばあちゃんだからさ、おばあちゃんだからさ、喉に使えたら困るじゃない、大丈夫、喉に使えない、大丈夫かな、ちょっと待ってね、はいはい、いいですか、うまい、ちょっとさ、焼肉のタレしょっぺん、水飲まなくてしょっぺん、これ焼肉のタレ多すぎだ、うまいね、ご飯は食いたくねえよ、これだけ食えばね、ありがとう、塩気が、足りねえなって、そう、うまいよ、うまい、
これつまめば、うん、まあまあいらねえよ、まあまあいらねえ、うん、十分だよまだね、うん、うまいよ、確かにうまい、ね、うまいうまい、うんうんうん、ウインナー行くよ、ウインナー今日しばらくぶりに、うん、普通のご飯食べたよ、うん、いつもさ、あっちウインナーあっち、うんうん、ね、あっちよ、うん、歌って、何歌う、うん、今歌うよ、うん、杖は、おぶちゃんってね、杖がなくったって、立つぐれいは立てられるんだよ、立つぐれいはね、うん、ね、うん、歩けねえんだ、足が一歩前出ねえんだ、うん、杖がなくちゃね、立つなら立てるんだ、ほらいくらか良くなったんじゃない、うん、ね、うん、こちら、うん、何、うん、何、早く歌わないとって、うん、そうな、何の歌がいい、あ、美空ひばりがいいか、じゃあね、チャラララララララ、真っ赤に燃えたね、うん、うん、箸は反対になっちゃったよ、こっちがこうだわ、うん、ね、うん、うまいよ、やっぱり美味しいね、こんだけ肉あったら1777円でも安いかしら、いろんな肉種類があるわ、うん、うん、あ、490いった、ありがとう、ありがとうね、うん、リスナーさん、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、みんな、うん、よしえちゃん、相談です、誰にナイスをしたらいいのって、もちろん私よ、うん、中村アーモンドさんね、うん、中村アーモンドさん、よろしくね、ナイス、よろしく、はやとんぼさん、いつもありがとう、大好き、ありがとうね、ありがとう、締めにソフトクリームをって、うん、ソフトクリームよく食べてよ、これウインナーも、ありがとう、うん、ウインナー、うん、ウインナー一つ食ったんだけど、お腹いっぱいだよ、まだ食うの、うん、ありがとうね、うん、うん、うまいね、やっぱり肉ってうまいね、うん、こういうもたまには食わないと筋肉がつかないからね、うん、筋肉つかないよね、うん、食べないとね、うん、ウインナーコクがあるからね、年取ってるから、うん、コクがあるんだよ、うん、うんうんうん、まい、まいよ、うん、ソーセージ好きだねって、うまいよ、うまい、歯ぐきで食べてるのって、そうだよ、舌は、うん、あ、ね、うん、何、タレがついてる、うん、ほんと、うん、ほんと、リコちゃん、焼きのタレ高いのに買ったのかいって、焼肉のタレも、うん、そうだよ、うん、焼肉のタレがなくちゃ食えない、うん、でもあるんだよ、ステーキの肉が、うん、ステーキの肉で十分だよね、うん、ね、うん、贅沢だよ、うん、ね、ステーキも焼肉も同じだ、ね、ステーキも焼肉も同じだよ、
ね、そう。489、あれ減っちゃったんかい。減ったんかい。分かんなくなっちゃって、何が何だか。ありがとう。もうそう終わるか。疲れたよ。立ってるのが疲れてきたよ。もう疲れたよ。ちょっと座りたいよ。もう座りたいよ、私も。少しは座りたいよ。ずっと立ってるんだもん。疲れちゃうよ。死でも一生でうまいって、そうなん。こちら、食欲ありありってね、ガーナちゃん。食べてもうまいね。あれ。おいしい。うまいね。うまいよ。やっぱりおいしいね、お肉はね。まだ焼いてるよ。まだ焼くわよ。まだ焼いて食べてますよ、ね、まだ焼いて食べてますからね、皆さんね。だって出しといたら悪くなっちゃうでしょ、ね、まだ食べるわよ、食べるわよ、ね、どんどん食べるわよ。ご飯なしだから、みんな食べると美味しいねって、美味しいね、エレちゃんね、よく噛んでねって、ありがとう、ガーナちゃん一人焼き肉って、そうだよ、さっきからずっと出しっぱなしですかって、うまいよ、うまい、肉ってさ、油肉がさ、混ざったのが美味しいね、脂肪があった方がね、赤身よりさ、脂肪があった方が美味しいじゃない、肉ってね、美味しいよね、脂肪があった方がね、うまいよね、赤身よりね、うまい、最高だ、ありがとう、パワーちゃん、ミスタードーナツって、ドーナツがあるね、あるよまだ、どうにするんだっけ、ドーナツは忘れちゃったんだ、やり方、どうだっけ、どうなんだっけ、ナイスが増えるどうだっけ、やってみる、やってみる、やってみる、あ、こうちゃん、いつもありがとう、よせさん、ナイスしたよって、ありがとう、ありがとう、こうちゃん、こうちゃんいつもありがとう、風船5個ありがとう、こうちゃんいつもありがとうございます、ありがとうね、こうちゃん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ちょっとやってみるんじゃん、どうしよう、あれ、どこに行ったっけ、あれ、あれ、ないな、浮いちゃっちゃったかな、あれ、浮いちゃったんかもよ、ないな、浮いちゃっちゃったよ、ないな、ないよ、浮いちゃっちゃったよ、もう、古いから浮ちゃっちゃった、ごめんね、ごめんね、みんなごめんね、ねえ、浮ちゃっちゃったよ、ねえ、何しろ古いからね、あれね、あ、もうドーナツも食べたくねえしさ、もう
そんなにね、そうね、そうだね、ありがとう、ありがとう、じゃあね、ありがとうございますね、ありがとう皆さん、154名の方ありがとうございます、ありがとうございますね、ね、ありがとうね、じゃあやるか少しな、はい、ありがとうございます、ナイスが増えるど、あ、これちょっと見えちゃ困るわよね、困るからね、ありがとう、ありがとうね、ナイスが増えるど、ミスタードーナツ、ナイスが増えるど、ミスタードーナツ、ナイスが増えるど、ミスタードーナツ。